丈夫そうですね。ちょっと抜けてるよなと思う。まずミート解除で、今回だけミート解除でお願いします。はい、解除です。はい、ですね、慎太郎さんが、メドベイで亡くなってるの見たんですが、私ですね、セキュリティでカメラ見てまして、その前に高田さんと慎太郎さんがメドベイに入ってくの見てるんですが、はい、あら、はっ、やっちゃいます？高田さん、俺、はい、いいですか？俺メドベイ入ってってないよ、そもそも。あら、俺カフェ、うん、多分どこまでか誰かと一緒だったと思うけど、カフェまで行ってその後ストレージに抜けてるから、うん、のこの高田さんの、うん、ちょっと待って、俺、いや、俺まず O2 側から多分ウェポンで誰かとカフェに一緒に入ってると思うんだけど、3人いたと思うんだけど、俺が多分下に抜けていってんの多分誰かが見てると思うんだけど、カフェテリア行ったのは見てましたけど、その後わかんないですね。ゲンさん、あれじゃない、はい、ストレージ上行ったからすれ違ってるはずじゃないと思うんですけど、いかがですか？誰とも会ってないですね。私、カフェテリアの右上のダウンロードかな、あれはやって終わりました。時間エレクトリカルからストレージの方に向かいましたよね。はい、行きました、行きました。で、センターさんとあと、もう一方ちょっとどのとこ忘れましたけど、3人ぐらいエレクトリカル行きました、ね。私、ちなみに配電盤のエレクトリカル直したのは、配電盤のエレクトリカル直したのは、ゲンですよ。竹尾です。高田さんがストレージの方に行ったんだったら、モリアーティさんがストレージからアドミンの方に来てるんで、見てるんじゃないですか？見てないですよね。多分時系列が合ってないと思うんだけど。モリアーティさん、モリアーティさん見た。だからまあ、作業中だったから、まあ誰が通ったか分からない。青い人と、あ、じゃあ、ちょっと待って待って待って。白い人は見た。カメラついても、じゃあ全員見たのかっていう話なんだけど。カメラついてるのは確認してます。アドミンに入るときに見てます。ゲームオーバー。サントスさんが、リアクター方面からカメラついてるのを見てると思います。はい。プロカーもアドミンに入るときにカメラがついてるのを見てます。うん、ちなみにメッドベイ入ったのは高田さんと慎太郎さんだけだったっけ？みたいですね。竹尾さん視点ではそうだ、はい。カメラ見たときは、はい。これは無理だ。ね、あ、これしゅ。これは無理だ。あ、ごめんなさい。あ、いいですか。クロムさんが死んでる。アベレージさん。クロムさんは死んでる。アベレージです。カメラ見てて、ナビゲーションで、はい、魚さんが、はい、早い。魚さんがナビゲーションで、はい、クロムさんを殺してました。で、カメラ見てたのがバレたんで、僕、カフェテリア報告行こうとしたら、魚さんがガン待ちされてて、あの、叫びながら逃げました。はい、以上です。はい、あ、じゃあ合ってたの。2人とも2人ともカメラ。すげえ、名探偵モリアティ2連続カメラ。いや、臭いと思ってたんだよな、みんな。え、そう、RDA これちょっと早い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 世界最速早い自分のでしょ。マジ弁明俺の弁明は自己投票しとるやないかい。やったー。あー、やってもうた。いやいやいや、ごめん。やってもう、ご存知お二人とも。やってもうたわ、もう完全に。やらかした。こっちは追い込まれとんねん。俺もセキュリティで殺せばよかったな、申し訳ない。セキュリティ最初ってセキュリティで頑張ってしよう。それもまあありやん。うんうん、カメラ強いですからね。そう、殺したろ。カメラ抜けてたわ。早かったな。マジでアホや俺。マジで怖かった。世界最速なんだな。やっとカメラ見ましたっていうのが。でもあれですね、あのアベレージさんが起点を聞かしたのはすごく良かったです。よかったです。あ、いや俺やべ、死体がと。あ、そうですね、多分僕あの会議で待ってようかなと思ったんですけど、うん、まあ死体報告の方が早いと思ったんで。そう、早い。すげえ。俺もやっべ。
間に合わねえ、追いつかねえと。アベリジさんまでギルされてたらね、続きますもんね、さっきの、ね。そうですね、危なかった。確かに。